東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。神経っていうのは昼の11時から1時の間に神経にエネルギーを集中するっていうふうになってます。あくまでも私の理解、個人の理解なんですけども、お昼のこの11時から午後の1時の時間帯っていうのは自然のエネルギーっていうのは一番強い、つまり太陽が一番高いところまで昇ってきてるっていうことですから、自然のエネルギー一番強い時間帯ではあります。じゃあ、真の働き、体の中の心臓の働きっていうのは車のエンジンみたいな存在です。で、24時間心臓動いてるわけです。で、動いて何をするかって、動くたびにポンポンポンってこういう波動するために必ず熱作ります。この熱を使って何をするかっていうと、心臓のすぐ下に横隔膜あります。この横隔膜、呼吸するたびに上下します。で、心臓で1分間だいたい70回前後動きます。呼吸だいたい1分間15回から20回ぐらい呼吸しますので、そうすると横隔膜1分間15回から20回ぐらい上下します。心臓で上で作った熱、この横隔膜の上下によって下の方にどんどん送っていきます。横隔膜の下に胃とか腸とか小腸とかあります。下の方に送って、この熱を使って消化吸収という活動、排泄という活動、生殖という活動、いろんな生体の活動を維持するためにこの熱を使います。心臓の一つの役割というのは全身に熱を供給するという役割です。この熱作るという機能ですから、お昼の11時から1時の間に自然の熱、一番強い時にこの神経にエネルギー集中して、で、自然の熱を体の中に吸収しようとする働きではないかなと私は思います。この時間帯において心臓の熱、自然のエネルギーをちゃんと体の中に吸収していくためには一番健康にいいことなんですけども、体この時間であまり動かないで15分でも30分でも昼寝した方がいいって言われてます。東洋医学の養生法の一つです。この昼寝取ることによって自然のエネルギーを体の中にちゃんと吸収してくる。で、この時間帯になります。時間制のこと、他のところも適用しますけれども、心臓の病気持っている方でしたらこの時間帯になって薬を飲むと効果は非常に高いです。同じく胃の病気持っている人の場合は朝の7時から9時の間に薬を飲むと効果が一番高いと言われています。11時から1時この神経にエネルギー集中するという話をしました。面白いことなんですけども、このお昼の反対に夜中の23時から1時ですから、短経にエネルギー集中するという時間、前を話しました。このお昼の時間になると短経の方がエネルギーは一番弱いと言われています。もし胆のうの病気持っている方でしたら、この時間帯で薬飲んでも全然効かないです。胆のうの病気の場合だとしたらこの時間帯では治療の効果が一番低い時間帯とも言えます。その次は13時から15時の間、エネルギー小腸に集中します。で、なんで小腸に集中するかっていうと、小腸の役割っていうのはちょうど神経と表裏の関係を持っています。心臓で作った熱、経絡を通して横隔膜上下しますから、で、上下するたびに心臓の熱下の方に送っていきます。で、下の方に送ってどこに送るかっていうと、その小腸の中に送っていきます。腸の温度は非常に高い。小腸というのは第二の心臓とも言われます。心臓の熱、小腸に伝わってきて、小腸の中でこの熱使って何をするかっていうと、午前中で食べたものをここで加熱して水を水蒸気に変えたり、あと分解したりします。いわゆる化けるという機能です。アミノ酸まで分解して、で、分解したアミノ酸をタンパク質に合成するためにここで加熱します。この時間帯というのは小腸に集中してこういった働きをします。あとは加熱して食べ物の中から水分を水蒸気に変えて、一部分は膀胱の方に送られます。この水蒸気に
なってる水は膀胱そのものではなくて、膀胱の経絡の中に入っていきます。膀胱の経絡っていうのは分布見てみると、体の背面、目からスタートして頭のてっぺん通って、首通って、背中通って、お尻通って、太ももの後ろ通って、後ろの全体を覆ってます。この全体、体をこの水を水蒸気に変わって、この水蒸気、この膀胱のシステムの中に入ってきて、体を温めてくれるんです。この時間帯っていうのは、膀胱の経絡にエネルギー集中する時間帯っていうのは、この午後の3時から5時の間、つまり15時から17時の間、この小腸の加熱の機能弱くなってくると、水蒸気たくさん作るではなくて、液体状の水、体たくさん溜まるように。午後になってくると、特にこの夕方3時から5時、5時から7時、この時間帯、膀胱と腎の時間帯になってくると、体の方がすごくむくみやすくなります。午後になってむくみやすいという人というのは、小腸の機能は低い人、小腸の機能低いというイコール小腸の温度足りないということですから、お腹冷えているという症状があります。当然お腹冷えてしまうと、腸の動き鈍くなる、これ一つのパターンです。腸の動き鈍くなってくると、いわゆる便秘という症状になりやすいです。逆に水たくさん溜まりすぎたとすると、体冷えますので、下痢という症状になりやすいです。下痢であろう、便秘であろう、例外もありますけれども、大体の場合は小腸の温度低くて体の中が冷えているということを意味します。小腸の温度が低い状態だとしたら、膀胱の機能も低下してしまいます。膀胱の位置なんですけども、膀胱の経絡にエネルギー収集する時間っていうのは、小腸の後の15時から17時の間です。この時間帯何をするかっていうと、膀胱の経絡にエネルギー集中します。膀胱の経絡の役割って話す前に、まず膀胱そのものの話、説明加えますね。で、膀胱の臓器としてはどこにあるかというと、小腸のすぐ下にあります。小腸の下にあって、この中に尿が溜め込んでいきます。尿が中に入ってくると、小腸の熱十分であれば、この中の尿一部水蒸気に変わっていきます。で、水蒸気に変わっていくと、膀胱は膨張していきます。で、膨張していくと、膀胱の上に無数小さいな穴があります。これは東洋医学の考え方なんですけども、膀胱膨張すると小さい穴開きますので、水蒸気を出てきます。出てきて、この水蒸気まだ体の中に入っていて、要するに水の再利用になります。下の方尿があって、上の方水蒸気充満している状態ですから、膀胱は非常に軽く感じます。ちょっとした尿が入ったとしても、すぐ尿意が出てこないです。要はそんなに重くないですから。これを繰り返して、だん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 尿が溜まって溜まって、溜まるたびに加熱して、で、一部の水水蒸気に変わって出ていって再利用されます。最大膀胱でだいたい 400cc まで膨張できるらしいんですよ。そのぐらいで膨張して、もうそれ以上尿入れない状態、つまり十分重く感じると、これ尿意が働きます。そうすると、おしっことしてバーッと出てきます。で、その時に上の方水蒸気があるんですから、圧力高いんです。おしっこ結構勢いよく出てきます。これは正常の膀胱の働きです。だから、膀胱の働きで、その尿を溜まって、尿の一部を水蒸気に変えて再利用する、これ膀胱の経絡を通して全身を温めていくっていうのは膀胱の働きです。この働きするためには、前提条件としては、小腸の温度を高くないとできないんです。さっき小腸の温度高い前提で話をしましたんですけども、小腸の温度を低いだとしたらどうなるかっていうと、膀胱の中に尿が溜まります。溜まって加熱不十分ですから、水蒸気あまり生まれてこないんです。膀胱の中には水蒸気を少ない状態だとしたら、尿だけが溜まるとすぐ重く感じます。すぐ重く感じると、すぐ尿意が出てきます。すぐおしっこを出したくなります。上の方水蒸気を少ない状態ですので、おしっこ出るときに勢いよく出るではなくて、タラタラ出てきますし、量も少ないんです。だから頻尿という症状になりやすいです。頻尿の方っていうのは、一番の原因では小腸の温度が低い、ちゃんと加熱することができないです。当然そういう方っていうのは、水水蒸気に変えていくという質が足りないですので、体の方も冷えやすいですし、あと人によってむくみやすいという症状にもなりやすいです。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお
伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。